はい、点灯式の。おお。5、4、3、2、1、閉鎖。すげえ。それ俺らがつけたんだぜ。イエーイ。もうあたしこの回抜けられないわ。バラさん、皆様おはようございます。おはようございます。毎回挨拶が独特なんだよな。本日の天気は晴天。珍しくない？むむむむむですね。むむむむむむ。ちょっとさ、声ちっちゃくない？私は強いんですよ。本日の担当なんだったの？私今日もカメラで。私は今日もリポーターで。音声やります。はい。変わらずだね。人の小道具に触らないでもらっていいですか？なんだと？ワツーバックキック、ワツーバック。じゃあキュリーさん、ファンダウンで行くので。はい、どこすごい。ファンダウンで決めてください。はい、ファンダウンで。あ、今日ちょっとあの、ロケーション的にファンダウンで。確かに、そうですよ。なんだか。パンダウンした。もういいね。皆さんこんにちは。本日もソレイユの丘から、今日はですね、ソレイユパイレーツ、ソレイユパイレーツという遊具で遊んでみたいと思います。上がった上がった。滑り台から。はい、まずこの青いやつですか、ね、まず青いやつを。でかいね、これが、はい、おお、すげえ。すごい、これ希望でお願いします。お願いします。その波打つ滑り台、3人同時に滑れるんですよ。はい、やっぱ誰か誘って一緒に一緒に滑ろうよ。いきまーす。はーい、よーい、来た。ちょっとこの中を、じゃあこちらから、はい、登っていきます。なんだこれ。お、近い。マイさん、今何しました？ストップストップ。今カメラさんのスカートの中をめくりましたよね。はい。なんでそういうことしたんですか？音声を撮っていました。了解しました。了解なんだ。じゃあそれでは、了解しないでください。リーさんの中に、はいはいはい、一旦ゴリラの顔して。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。え、リーさん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 に事故が、リーさんに事故が、リーさん、リーさん、やっぱリーさん、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 滑ります。いきますね。いきます。そー、スタート。うわっ、あっち。リポートお願いします。リポートお願いします。あ、こちらも、あ、またカメラさん、カメラさん、ストップ、ストップ。ソレイユパイレーツのいいところですよね。ストップ、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 ストップ。あっ、今、ミジュさん、はい。今カメラさんのスカートめくりましたよね。女の子が。なんでそんなことするんですか。音声を取っていました。了解しました。了解しました。しっかり面白いな。ちゃんとコントになってきました。え、これすごい、これ。うわー、なんだこれ。ソレイユパイレーツに捧げる全力舞。ファイシーステップ、え、色とりどりの遊具たち、滑って飛んで登って揺れる
それが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 ソレイユパイナス。先日電車の連結部分であぐらをかいている方がいらっしゃいました。どれだけ近づいても見向きもしませんでした。その集中力を見習い勉学に励みたいです。次回もお楽しみに。こんばんは。うわー、びっくりした。こんばんは。元気ですか。元気だよ。びっくりした。いや元気だけど、こんばんは。なんか本当にびっくりした時こういうリアクションなんだよな。なんかびっくりした。おー、ジェス、ジェス、あ、ちょ、あれちゃん、お手がいつもお世話になってます。お世話になってます。どうぞどうぞ。個性や自由ではみ出していく、はみ出していく、新しい学校のリーダーズです。いや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 、びっくりした。いやいやいや、なんか直田さんの久しぶりですもんね。そうです、お待ちしております。すげえ面白かったです、 VTR ね。座りも、あ、立ったままでいい。はい、はい。逆にやりづらいんだよ、なんか、まあいいやいいや。おもれ。すごい。5、4、3、ディレクター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 、びっくりした。本能が。本能磨かれて。でもあれですか、こう毎回毎回あのいろんなあの滑り台とか行って、はい、スパックスって面白そうですね。はい、なんかこんなにふざけて絵になる仕事ってあるんだなって。あれふざけてんだ。いや、なんかすごい、なんかこんなにやらせていただけることはあんまりないので、楽しいです。ここまで好きなことしかしてないか。でも、うん、はい。ディレクター。あれ結構何、あのもっとなんかいろいろテイクあるんだ、いっぱい。 ありますね。あれもう10分の1ぐらいにある。じゃあほとんどが、はい、お蔵入りになってるんだけど、はい、まあでもその中でもね、あの一番素晴らしい部分が、はい、うん、一回なんかこう、なんであれ削ったんですかって言ったんですよ、うん、そしたら、あのコンプライアンス的にって言われて。それはもう一番最初にカットするやつね。テレビが、はい、あのコンプライアンス的にダメだよ、あれでって言われて、テレビだなって思いました。楽しいことだけやってるわけじゃ、あの放送できないんだなってことを学びました。まあ、今時ね、まあしょうがないですよね。はい、いやでもそれにしたってでも面白いですよ、とにかく。うん、ありがとうございます。うん、パクショ。今を全力で生きていれば青春。青春は学生だけのものではありません。年齢なんて関係ない。そう。エンドレス青春なんです。というのを日々伝えている私たちなんですけれども。今回新しい曲をリリースするにあたり、今を全力で生きているからこそ壁にぶち当たったりだとか迷ったりだとか悩んだりだとかする時ってあると思うんです。でも迷っても自分を信じて突き進めば道は開ける。そう、強くなれるんです。というのを必要以上に壮大にストレートに表現した曲となっております。そんな曲、迷えば尊し、12月12日に配信され始めました。昨日です。すげえなー。迷えば尊し、はいはい。ちなみにあのミュージックビデオ もあの配信っていうか、あの世の中に出されております。なるほど。今年はこのコーナー、今回で最後らしいんですけど、うん、来年も、はい、じゃあ引き続き、はいはい、よろしくお願いしますみたいな感じで、よろしくお願いします。じゃあリーダーちゃんにもビリビリしてもらってって感じですね。そうですね、せっかく来ていただいたんで。そうですよ、ね、誰も、ね、おでぎさん、ね、そういうことですよ ね、はい。じゃあ一応リーちゃん、リーちゃん、リーちゃん、ダメだよ。じゃあ
電気系。すごい。危ないでかみたいな。危ないでかみたいな。高と雄二だ。はい。はい。せーの。あ、何もない。ついに、ついに。一個先生しました。じゃあ、そっちの方でちょっとやってもらって。これはもう救われたっていうことです、私。あ、そうだね。よし、OK。さあ。さあ、いよいよ。ほんまに心拍数が。ディレクター、これ、両側からこう、私めっちゃ本当にこういうのやったことないんでめっちゃ怖いです。今全力で生きてれば青春。そうだよ。これ触ってたら一緒にビリビリ来ちゃう。そうだね。一緒触る。めっちゃ怖いですね。これ掴むだけで大丈夫ですよね。グッグッて。グッてですよね。そうそうそう。あーめっちゃ怖いわー。いくでー。うん、あーせーの。ありがとうございました。